クリップ戦前のコビ軍周辺路線図に白線はかつて台湾ウリン県コビ鎮と西ラ鎮を結んでいた台湾東洋鉄道の路線。コビ東省が運営していた。2017年、蔡英文政権における公共インフラ投資事業、全線基礎建設計画で東路線の一部とマコー線、都南線を復活させ台湾高速鉄道のウリン駅とコビ駅や都南駅方面へ直結する。 観光鉄道計画が指導している。元は現在のウリン県濁水系南岸一帯に開発された大日本製党による佐藤木美農園と小備製党所の輸送を兼ねた可客混合輸送から開始した。最初の10年で旅客数は10倍以上となり、1日平均約1000人の輸送人員があったが、1920年以降は、 総督府の施設鉄道政策による加藤競争や物価上昇に伴う運送費用増加、乗り合いバスの台頭で大きく落ち込んだ。1930年代になると国際観光局による観光旅行が推奨され、1935年の台湾博覧会に合わせて日本人の渡航者向けに観鉄との周遊ギップが発売されるようになり、沿線でも西ら貝、小尾貝などが 降落地として日本語でも紹介され、北高町天宮が1938年の公民化政策本格化までは参拝客で賑わうようになったが、輸送人員の凋落は止まらず、1937年には10万人強まで減少した。日中戦争の激化で、台湾でもガソリンの統制が始まり、自動車輸送が縮小するのをお尻目に1941年には40万人を、 超えるなど再度ピークを迎えた。農産物輸送では、初期は脱水系の反乱などで、収穫量自体の変動が大きかったが、第一次世界大戦に伴う穀物価格の高騰で、輸送量が増大。1919年にはピークを迎えにしら、北高、都南の日東3000で28,017トンに達した。1930年代の自動車の台頭で、 その後2万1773トンまで大きく落ち込んだが、放来米の日本への旺盛な輸出需要で、米輸送に限ると1939年に4万トンを記録するなど急成長を遂げた。その他にも1920年代は、か南大整備のため、1930年代は、道路整備に伴って、砂利石輸送専用線が整備されるなど、貨物輸送は多角化していった。 1943年、大日本帝国軍の陸軍中将だった遠藤三郎の提唱により、日本軍は台湾を不沈空母とすべく、濁水系流域に3つの飛行場を整備した。道路線付近に小尾飛行場が建設され、戦時中は軍事輸送も担うことになった。佐藤機備から生成されるエタノールの生産も盛んだったが、戦時体制により、 軍事物資として1930年代で2倍以上に増産された。また、ジャリー運搬も飛行場造成のため再び急増することになった。戦後は空襲で壊滅的打撃を受けたコ尾、慶州、慶古の工場も1947年末に再建され、道路線も大東の管轄下となった。台湾国民政府の要請で南北平行予備線の計画が始動すると、 北方で、西大橋を含む4キロメートルの、新鮮春工により経営、で、慶州当初、田林線と連結された。旅客輸送もバス事業者の大採客運との競争で、劣勢になり1970年で、旅客営業が休止となった。貨物輸送もモータリゼーションの発達に抗えず、都南線小ビ鉄橋流出など数々の水害も、重なったこともあり、1979年に、 西田大橋区間で1984年には西田線区間でも軌道を撤去し、小尾島省の営業範囲を縮小していった。ありがとうございます。